弘前大学理工学部4年秋山彩香です。 Why 広大。これは理工学部2号館にある風光の振り子です。この風光の振り子が1日に1周することで地球の自転が証明されました。長い間天動説と地動説で論争されてたんですが、この風光の振り子のおかげで地球が自転しているということが証明されたんですね。ではなぜこの風光の振り子が1日に1周すると地球の自転が証明できるかと言いますと、そもそも振り子は慣性の法則で、宇宙から見た時に絶対に1平面上振動しているという法則があります。しかし私たちは地球にいて、地球が回っているのでこの振り子が一周して動いているように見えるということで、この風光が一周することで地球の自転が証明されました。ではなぜこのように長い糸、重い重りを使っているかと言いますと、重い重りを使うことでこの重さで空気抵抗が少なくなって減衰しにくいということと、長い糸を使うことで周期が長くなって振動がゆっくりになる、速度がゆっくりになるということで振動しにくいということです。そしてなんとこの長さ45メートルありまして、日本一の長さなんです。すごくないですか？広大には日本一の長さの風光の振り子があるんですよ。皆さんぜひ見に来てください。